疲れ様です。お疲れ様です。なんか聞くところによると、はい、マラソン大会、大会に出るみたいな、はい、いや、そうなんです。実は私、10月の9日ですね、新潟シティマラソンというマラソン大会に出場します。新潟シティマラソンという、まあ新潟県の中で一番大きなマラソン大会なんですよ。私は人生で初めてフルマラソンの方にエントリーをしています。ちなみにどういう経緯でこう出場することになったんですか？もともと私学生時代から長距離選手だったり駅伝選手として出てたいたものもあって、まあ、走ることは好きだったんですよ。大学時代も新潟シティマラソンにエントリーして出場しようと思っていたんですけれども、台風で中止になったり、まあ、新型コロナウイルスの影響でずっと大会が中止中止中止となっていました。まあ今年は開催されるということで、入社1年目というのもありますし、新しい挑戦をしたいなということでエントリーをしました。フルマラソンって普通はどのぐらいで走るんですか？皆さん、あるサイトによるんですけれども、一般男性の平均タイム4時間36分49秒と出ていますね。え、意外と早い。そうですね、いやもうまず完走するってだけでも十分すごいと思うんです。ケンシン君はそのタイムを目指すと、4時間36分を目指すということでよろしいですか？いや違うんですよ、私あの目標タイム、まあここで申し上げるんですけども、今回フルマラソンを3時間切りを目指して、え、今練習をしています。ん、ちょっと待ってください、はい、3時間切り、はい、3時間切りです。それもアスリートの領域なんですか？3時間とか切ると、まあ、3時間切りはサブ3っていう括りがあるんですけれども、そのサブ3はその市民ランナーの中だともうトップというか、本当にごくわずかしかいないっていう風に言われてて、まあ、そこをちょっとせっかくだから、まあ、まだフル走ったことないし、ちょっとそういうところを目指したいなと思ってます。はい、これから帰ります。でもこの後今日もまたもう一頑張りしないといけないんで、ちょっとね早めに帰ってまた支度をしようと思います。ただいま。あ、同棲されてるんですね。いや、いつもただいまって自分で言って、お帰りって自分で言っちゃうんですよ。部屋汚いから。それは練習着ですか？そうです、練習着です。もうついていつでも走れるような格好をしていきます。タオルでしょ、あとね、ランニングシューズも、はい、それぞれの練習ごとに靴を履き替えてまして、ジョギングで使うシューズです。で、まあ、ちょっと早く走りたい時にはこのランニングシューズを使ってます。こちらですね、大会とかあとは普段の練習でスピードをしっかりと出したい時にはこのシューズを使ってます。で、今日はちょっと頑張ろうかなと思ってるので、まあ、このシューズを持っていきます。いつからやってるんでしたっけ、陸上？陸上は大会出始めたりしたのが中学生の時ですね。でも本格的に陸上部に入ったのが高校の時なんですよね。で、大学だと陸上部がなかったので、まあ、趣味でやりつつも大会に出たりっていうのはあったんですけど、まあ、高校の時が一番ガチだったような気がします、自分的には。今日の練習メニューは、いろいろと迷ってて、若干体の疲れもあるような気がするので、マックスまで追い込むっていうよりかはちゃんと追い込むんですけど、体の中にちゃんとゆとりを持って走れるようにしようと思ってます。練習メニューとしては具体的に言うと、 2000m を3本から多くて4本ぐらい、まあ、インターバルですね、やろうかなって思ってます。1周 400m のトラックなので、そこを5周して1セット、そこからちょっと休憩を挟んで、まあ、2本目、まあ、3本目という形でやります。まあ、3分20から15ぐらいとかですかね。当日はどんぐらいでしたっけ？はい、当日は4分まあ10とかですかね。あ、どっちにしろ早い。本番のスピードよりも速いペースで走って、まあ、スピード慣れしようという狙いがあります。まあ、最初の1本はちょっと様子見で少し抑えつつ体の状態確認して、まあ、その1本目のタイムで2本目3本目どうかなっていうところですね。
本目終了です。思ったよりきついかもしれない。結構なペースだったんかな。そうですね、最初思ったより速くて後半調節したんですけど、まあでもきついけど、ある程度気持ち的にも余裕はまだあるんで、しっかりこれリカバリーつないで、あと2本あるんでやっていきたいと思いますね。3本終わりました。お疲れ様。この1本もタイムはさっきよりちょっと早いぐらいですね。ちょっと僕はもう記憶が飛んでいます。どうでしたか？いや3本目は記憶飛んでました。まあでもきつい中でもしっかりタイムを落とさず来れたので、それだけでも今日は十分だと、十分な出来でした。どうですか？はい、1ヶ月前にして、はい、今の意気込みというか気持ちは。そうですね、ここまで自分で、まあ、こうして地道に時間を見つけて、まあ、走ってきたところはあるので、あと怪我もなく順調に走れてはきていますから、目標タイム、そして、まあ、自分がとりあえず今回初マラソンということで準備としては順調に進んでいるのかなと思います。大会に向けての意気込みをお願いします。はい、まず自分の目標としてはとりあえずは3時間を切りたいなっていうのはあるんですけれども、何よりも楽しんで走りたいなっていうのが一番感じてますね。まあ、42.195km ってすごい長い時間ですし、そんな距離自分も走ったことはないんですけれども、およそ3時間ぐらいの時間を楽しんで、そしてアナウンサーとして普段お仕事をさせてもらっている傍ら、自分の趣味としてまあ競技もずっと続けているので、そういう自分の一面もこのマラソンを通して、企画を通して見ていただければなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。